はい、ひろあきのワンナップゴルフ。今回ですね、前回のサンドウェッジの絶対見ないでくださいシリーズ的なやつのドライバー編を撮っていきたいと思いますが、毎回言いますが見ないでください。ドライバーに不信感があったりですね、逆にちょっとドライバー自信があったりっていう方は、この動画見ないでください。でも早速ちょっとやっていきたいと思います。いろいろですね、前の動画で例えばスライスがですね、こうしてしまう原因とかですね、いろいろやったんですが、スライス10球って10球スライス出たら武器になると思いませんか？僕なんかはスライス10球打って10球打ったら、あ、それ試合で使おう、武器になるから使おうって僕は思います。なんで、まあ、逆にスライスを打ってみる練習をしたことあります？ミスショットをわざと打つっていうこともすごく大事になってきますので、練習場なんかでは意外とこうミスショットを打つ練習をこう何球かしてみると面白いかもしれないです。で、早速本題に入りますけども、ドライバー、皆さんどうやって打つイメージあります？結構やっぱりこういうイメージ強い人って結構いる、多いと思うんですよ。でも僕はこれに近いです。キモいですね、もう形すらキモい。ですね、でドライバーのよくヘッドで打てって、こうヘッド走らしてこう打つんだとかって言うんですけども、どっちかというと僕は打たない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 、こういう感じです。もうクラブが自分の骨盤の右斜め45度にクラブが生えてるイメージで、これでずっとこうやって動いてるイメージ、ずっとこうです。だからスイング中に右手を伸ばしてバチンっていうイメージはもう一回も持ったことないです。どっちかというともうこういう感じです。もう本当にこういう感じ、バックスイングフォロースルー、バックスイングフォロースルー、ずっと打たないっていうイメージでちょっと打ってみますね。実際にイメージですよ。めちゃくちゃフェースに乗ってボコッって言ったの分かります？金属音がドライバーでキーンってする、もちろんドライバーのモデルタイプによっても違いますけども、キーンって鳴る時って大体ヒールに当たってこすってスライスグッバイなんですよ。でも今みたいにバコッって当たる音っていうのはちゃんとフェースに乗ってくっついて飛んでってる、これがですね、もう音で、大体ゴルフって音ですね。もうドライバーもアイアンもウェッジもパターもみんな音がめちゃくちゃ大事です。調子いいんでもう一回打っていいですか？ですね、ちゃんと右肘がガポって入って右太ももを軸にこうやって回るイメージです。いきますよ。若干今フィニッシュでかかと、左の足のかかとに重心がかかった分、上体が上に上がってヘッドがこうやって下に垂れてちょっと右に行きました。正直ですね、ミスショットです。でもそれでもフェースに乗ってるんでガバッっていう当たりはするんです、音が鳴るんです。フェースに乗るっていうことがすごく大事です。それはこうやってやったら弾いちゃうんで、なるべくヘッドを動かさないで、要はこういう感じですよね。ヘッドを出さない、本当にヘッドを出さないで、右も左も OB、 池でも何でもいいです。とにかく両サイドがハザードの場合は、じゃあどうやって打ってましたかというと、若干ティーを低くします。若干ティーを低くして、
高さで言うと後ろから見た時に3分の1ぐらい見えるぐらい、ボールがそれぐらいにセットアップをして、右上から左下にイメージですよ、こうやって打ちます。こうやってスライスを今からフェードっていうかスライスを打とうとしてます。でもこうやって打つとビューンって曲がってくるんですよ。なので左手前、自分のアドレスのこっちですね、こっち左後ろに捕まえます。こうやってこうやって捕まえて打つんです。ちょっと打ってみますね。今のも結構いい捕まり具合しましたけど、ちょっとでも今のは捕まりすぎなんです。もうちょっと逃がしたい。もう一球だけチャンスください。左、打ちたい球が出ました。ああいう球をこういう感じで打ってあげる。あれがですね、例えばちょっとコースが狭い時とか、まあ俗に置きに行く的なショットですね、そういう場合はですね、ああいう風にちょっとまあクローズスタンスにしてもいいです。若干クローズスタンスにして左後ろに回転して打ってあげるとですね、ちょっと球をこうコントロールしやすくなります。その時にも絶対にこうやって使わない。もうこれは使ったこと一回もないですね。こういう風に使う。こういう風に使って右上から左下、右上から左下に回転してあげる。そんな感じです。やっぱりでもハンドファーストにしたいとかですね、いろいろ余計なことは考えてないです。打つときちゃんとフェイスのもうインパクトの時にできればこういうインパクトを迎えたい。じゃないとフェイスに乗んないんで、どっちかというとこうやってアドレスをしてこうやって打ちたい。本当はこうやって打ちたいんです。でも当たんないんで仕方なくまっすぐまで戻して構えてます。でも結構レッスンで来る方なんかはこうやって構えたりする方結構いらっしゃるんですよ。それ何のためにハンドファーストにしてるんですかと、逆に難しくしてないですかって結構聞きたくなるようなアドレスされてる方いらっしゃるんですが、できれば僕なんかはこうやって構えたいぐらい、本当にハンドレイトというか手を後ろにしてフェイスを出してこうやって構えたい感じはあります。それでこうやって打ってあげるイメージですよ。イメージ、こういうイメージはないっていうのがすごい言いたいだけです。ごめんなさいね、ちょっと大げさにやってますけども。なんでこうちょっと構えてめちゃくちゃいい球じゃないですか。ストレートボールのすげえいい球。そうなんです。こうやってやってこうやってやったらずっとなんかフェイスがどこにあるか分かりやすいのと、フェイスコントロールがしやすいんで、ああいう感じで試合出てる時は打ってました。だから本当に9番アイアンで打つよりもピッチング9番で打つよりもなんとなくドライバーの方が振り切れるし、まっすぐ行く確率はドライバーの方が自信はありました。そんな感じで打ってましたかね。あとはドライバーで、僕はですよ、ドライバーでフックボールドローボールを打とうとしたことは1回もないです。スライスはめちゃくちゃ何回も打とうとしました。で実際打ちましたけども、ゴルフやってて僕個人的にはスライスの方が簡単です。コントロールしやすい。なのでできれば無理にドローボールフックボールを狙うよりはまずスライスを練習してみて、10球って10球スライスを打てる練習をしてもいいんじゃないかなと思います。その方がすごく逆球が出るのが一番怖いですよね。例えばフックを打とうとしてスライスが出ちゃったり、スライス打とうとしてフックが出ちゃったりすると大怪我になりますので、それだけやっぱない方がいいんで、やっぱり意図として自分が打とうとした球が出る方がいいです。
単純に右に曲がる左に曲がるでいいと思います。なんでちょっとこう自分でどっちの球を打とうかなという感じでスイングを変えてみるのは大事かと思います。あと逆に疑問点が一つありまして、よくインテンショナルフック、インテンショナルスライス、要は故意に打ってますよという方いらっしゃる、もちろんいます、多いんですけども、ストレートもインテンショナルですよ。故意にストレートをただ打てばストレート出るもんじゃないので、ストレートボールもストレートボールを打とうとして打ってるんで、ストレートボールもインテンショナルストレートになると思います。なのでまっすぐなボールも曲がるボールも自分が全て意図して打ってるので、必ず全てのボールはインテンショナルになってくると思います。それがないんだったら、そのただ打てば当たるで打っちゃってるような気がしちゃうので、それだけはないようにしてあげた方がいいかなと思います。ちゃんと自分の打つボールは自分で責任を持ってスイングをしてあげた方がいいので、意識をするということはすごく大事です。あとは、まあ、僕みたいな 変なイメージはいらないんですが、イメージを持ってこういう感じなんだろうな、こういう感じなんだろうな、イメージを持って打っていただくことってすごく大事です。それはスイングのイメージもそうですし、飛んでくボールのイメージもそうです。こういうボール打ちたいなってなってきて、初めてスイングって作られていくので、先にスイング決めちゃったら打つ 球は一種類しか打てません。なのでこういう球打ちたいな、じゃあこのスイングを当てはめてみようっていうような感じでスイング作りをしていった方がいいと思います。一応参考までになりますけども、コースでいろいろとサンドウェッジ同様ボールを遊んで打ってあげるような練習をしてみてはいかがでしょうか。